皆さんこんにちは、キャンです。私は現在3日間の ANA ダイヤモンド防衛修行に出ています。今回の修行ではあまりスケジュールを詰めすぎず、のんびり楽しく飛んでいきたいと思っています。今回は珍しく夕方羽田空港に着いて関西国際空港まで飛びました。そして大阪で1泊して、朝は早起き、6時45分発の便で東京に戻ってきました。今から乗り継ぎがありますが、どうやら先ほど乗ってきた飛行機にもう一度乗るみたいです。それでは今日のフライトも楽しんでいきましょう。今日はエアバスで関空から羽田にやってきました。先ほど CA さんが次もこの機材で飛ぶんですよと教えてくれました。このまま座って待てたらよかったんですけどね、なんて話をしながら降りてきたんですが、乗り継ぎ施設が結構遠かった。降りた飛行機の目の前から2階に上がれたらよかったんですが、ここは端っこのゲート、仕方ないです。来た道と同じだけの距離を歩いていきます。やっとゲートに到着しました。それでは今回の3便目、東京羽田発小松行きです。では機内に入っていきます。先ほどのエアバスに戻ってきました。座席は左側の後方窓側席 34A を取ってあります。皆様、シートベルトは？では羽田を出発します。飛んでいきなり雲に入っていきます。でも雲を抜けるとこんな綺麗な空です。富士山はさっき関空から来た時よりは見えています。あっという間に小松空港です。小松空港に到着しました。今日も少し時間があるので空港内をブラブラします。出て左のホットプラザ北陸では伝統工芸品などが展示されています。次に私は大好きなお土産物屋さんにやってきました。こちらは福井県の恐竜博物館オリジナルグッズ、お隣は限定品コーナー、小松空港グッズが可愛いです。それではそろそろ私は2階に行って保安検査を受けたいと思います。制限エリア内に入ってきました。今回の4便目は小松発東京羽田行きです。滞在40分で羽田に行くということは、そうです、3回目の搭乗です。では機内に入っていきます。3回も続けて同じ機材に乗ると愛着が湧いてきます。皆様離陸いたします。それでは羽田に向けて出発です。やっぱり雲の上は空の色がとっても綺麗です。羽田空港に戻ってきました。今日朝から3本一緒に飛んでくれたエアバスちゃんともここでお別れです。飛行機を降りると見慣れない場所に出ました。ここが噂のサテライトで合ってますか？外にはバスが待っていました。バスが出発しましたが、なんだか目の前には大草原のような景色が広がっています。ちょっと走ると見慣れた景色に戻ってきて一安心。バスを降りたところで乗り継ぎの手続きをします。小松から一緒に来た人、結構乗り継ぐ人がいますね。
2階に上がってきました。ここでやっとラウンジに行っておにぎりが食べられます。ラウンジに入りました。キャン選手、お皿を持って。お稲荷さんを1個、2個、綺麗に整えます。おっと、3個目来ました。お稲荷さんが美味しそうに光っています。さらに隣にあったおにぎりを遠慮気味に1つだけ乗せて、そしてお味噌汁も忘れずに席に戻ります。ラウンジではお腹いっぱい食べて1時間ぐらい休憩しました。そろそろ次のゲートに向かいます。それでは5便目、羽田発沖縄那覇行きです。ゲートに着いたのが遅くて一番最後の方に改札を通過しました。それでは機内に入っていきます。こちらの機材はボーイング787、座席は左側後方の窓側席を取りました。滑走路に向かっている途中、約2分ずっと隣を別の ANA 機が走っていました。では沖縄に行ってきます。小さな島が見えます。那覇空港に到着です。飛行機を降りていきます。またやってきました、那覇空港。私の修行では毎回必ずと言っていいほどお世話になる那覇空港ですが、今日は乗り継ぎがありません。今回はゆるい修行なので今日はこれでおしまい。那覇に一泊してまた明日フライトです。おはようございます。3日目の朝です。時刻は7時20分、ユイレールで那覇空港駅までやってきました。今日はこちらの優先保安検査場から入っていきます。検査場を通過したらラウンジに入ります。今日は時間がないのでおにぎり1つとクリームパン1つ、急いで食べたらゲートに向かいます。那覇空港のお店は朝早すぎると開いていないみたいです。ゲート前からの行列がこんなところまで続いています。6便目は那覇発羽田行きです。ゲートを通過しました。機内に入っていきます。今回の私の座席は後方右側の窓側席です。こちらの機材はボーイング787、モニターがないタイプの座席です。それでは那覇を出発して東京に向かいます。沖縄はあんなに晴れていたのに東京は今日も曇りです。ということは、そう、今日のフライトはこれでおしまい。朝10時半、羽田空港にて解散です。待って待って、もうこれしか飛ばないの？と思いますよね。私もそう思います。この後もっともっと飛べるし、まだまだ元気もあるし、ちょっと物足りないし、もったいないなぁと思いました。でもお昼にはもう家にいてゆっくりできて、次の日に備えられたのは良かったかなと思います。今回の3日間の修行のデータはこのようになっています。 PP 単価は 3.99 に抑えられました。現在までの国内線修行の合計は 59,000 ポイント。動画にしていないフライトもあるので、その分を合わせると目標の10万ポイントまではあと一頑張りといったところです。それでは本日もご覧いただきありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。